妹さんいるといいんだけどね。荒野の地下迷宮、宝箱もありそうな予感だぜ。おお、アイテム発見。お、鉄鉱石も手に入れたぞ。お、あったぜ宝箱。見っけたぞ。何かな、何かな。小さなメダルかな。世界樹の葉。おお、これはいいものを手に入れたぞ。お、扉があるよ。入れるかな。お、鍵がかかってるよ。ってことは先へは進めないみたいだね。戻るか。やっぱいろんなところをね、探してみるべきですな。お、わっ、あー、落ちた。どこ、ここ。お、やられた。落ちたんだけど、みんな。うわ、マジかよ。こんなトラップ聞いてないんだけど。うわ、やられたわ。わー、ドラクエってこういうトラップもあんのかよ。うわ、油断してた。完全なる油断してたわ、今。で、こっち行って。ってことは、またさ、登んなきゃいけないんだな。うわぁ。ちゃんと警戒しなきゃな。こっちからはいけないのかな。こう行って、こう行かなきゃいけないみたいだね。おぉ、そういう新手のトラップもあるのかよ。いや、冒険は楽しいな。こんなトラップもあるなんてな。おお。で、これも絶対さ、落ちない。大丈夫？怖いんだけど。横から取ってっか。怖い怖い。あ、あ、やっぱり。ああ、おい、どういうことだよ、おい。おい、トラップ、やっぱトラップじゃねえか。行ったそばからさ、引っかかってんだけど、こいつ使う、マジで。行ったそばからなんだけど。終わったな。やられたぜ。あそこからも行けないの？やられたぞ、ちょっと。ってことは違う道があるのかな。また戻って。わ、2回もはめられるとは思わなかったんだけど。はめはめされたぜ。こっちか。こっちから行くってことだね。で、こう行って。大丈夫かな。落とし穴トラウマなんだけど。あ、見て、みんな、これ。そうだよね、やっぱり手をかざしてみるか。俺の中二の力を。おお、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 あぶねえ、あぶねえ。この先にはこいつやったか。落とし穴があったな。いや、お前大丈夫だろ。落とし穴、お前絶対大丈夫だろ。仕掛けを作った張本人が下手打って穴を開けるわけにはいかねえ。ここは回り道していくとしよう。ってことは、ここは落とし穴があるってことね。で、こっちから行けと。なるほど。で、その落とし穴ってどこだ。どうしよう、あ、あれか、あの、まっすぐ行ったところか。あいつ絶対さ、別に渡ってもさ、渡っても浮いてるから絶対大丈夫な気がするんだけど。お、神のレベルがアップ。お、新しい呪文も覚えたよ。リレミットの呪文を覚えた。おいし。こっちじゃなくて、こっちでもなくて、で、これがさ、落とし穴だったもんね。ってことは、こっちから行くのか。こっちから行って。え？嘘だろ、おい！ふざけんなよ、おい！あー、びっくりした。あ、これ乗れるやつだ。あー、ちょ、待って。おい、どういうことだよ。これ借りていくか。おい。おーし。おう、乗れるようになったぞ。乗るか。おう、めっちゃ楽なんだが。あ、待って、これさっきさ、行けなかったところじゃない？扉があって。ちょ、待って、こっちで。あ、そうだよね、やっぱここだよね。あ、出るよね。なんか出てきた。びっくりした。にゃにゃにゃ。お、アイテムがあるよ。これを取ってって。これ登れ
待て。降りて、これを取ってから。これを取って。あ、待て。あ、じゃ、降りて。まず一回降りて、これを取って、よし。で、もう一回乗って、で、登ると。登れた。やられたぜ、まんま、本当によ。この奥からだな。トゥトゥおい、なんでだよ、おい。もう宝箱が、もうトラウマだわ。やめて。やめてくれよ。金の鉱石をゲットしちゃう。たくよ。怖いんだけど、あ、こっちはあれか。登れるところか。おーい。アンリーママとさ、トラップにはめられてれば、絶対さ、すぐ騙されるタイプ。ってことはよ、こっちから行ってこうだな。こうってことか。多分ね。多分だよ、みんな。だ、ほんとによ。急ぐぞ。急ぐぞ。止めてこい。あ、怖いよ。落とし穴トラウマなんだけど。お、ゴールを呼ぶもの、獲得したゴールドの総額が5000ゴールド以上となった。おいし。たくーん。で、こっちの宝箱取ってあるかな。これ、マジ便利なんだけど、資材。なんでよ、もう。あー、ま、でも宝箱ゲットできたからいっか。おーい。ポンコツ認定されそうだわ。全部落とし穴さ、落ちちゃいそうなイメージなんだけど、アンリー。やだー。これだって、落とし穴でしょ、絶対これ。なんか映像見てたもんね。こっちから行けたことか。たくよー。さっきね、あそこだけ、ここだけがさ、落とし穴かと思ったらさ、他のとこ全部じゃねえかよ。たくやられたぜ。小さなメダル。ぬっ殺すぜ、マジで。見つけたら絶対ぬっ殺してやる。怖いんだけど。絶対怪しい。あ、危ねえ。もうトラウマだわ。はん。で、こっちだね。こっちに行って、で、こっちだ。ふぅ、着いたぜ。へぇ、女神の像。こんなところに泉があるなんてな。休憩所だ。まだ見つからない？あれはセイニャちゃん。セイニャたそ、あ、いた。息してる？セイニャったら、ちょっと、しっかりしてよ。気失ってるのかもね。セイニャ？こいつがお前の妹だって？どんな時もずっと一緒だって、約束したじゃない。ねえ、返事してよ、セイニャ。お、起きた？うん、でもなんでベロニカこんなちっちゃいんだろうね。あ、寝てただけかい。すみません。私、人を探していて。疲れて泉のそばで休んでいたら、そのまま眠ってしまったようですわ。気ゆるゆるじゃねえかよ、気が。お姉様、なんというおいたわしい姿に。あ、姿を変えられちゃったのか、ベロニカは。やっぱそうなのかな。うすうす感じてたけど。あんた、私がわかるの？うすうすそうなんじゃないかと思ってたけど、やっぱそうだったのか。何年もお姉様の妹をしてますもの。ちょっと姿が変わったくらいで、間違えたりしませんわ。紛らわしい倒れ方しないでよ。私、てっきりあんたが。はん、はい。なあ、お取り込み中のところ悪いが、セーニャってのはお前の妹なんだろ？一体どういうことだ？お、実は私とこの子は双子なの。こんな見た目になっちゃったのは、深い訳があるのよ。私をさらった魔物はね、ここをアジトにして、たくさんの人をさらっては、魔力を吸い取って集めていたの。魔力を吸い尽くされないようにこらえていたら、
どんどん年齢の方も吸い取られたみたい。そういうことか。うん。つまりこう見えて私は劣気とした年頃のお姉さんなの。カペたちより年上なのかな。これからは子供扱いしないでよね。それは分かったけどさ、お前体がそんな状態じゃこの先やっていけないんじゃないか。まあ、需要はありそうだけどな。ええ、そうよ。だからあんたたちにはあの魔物から魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。私からもお願いいたします。お回復呪文で皆様のお手伝いをしますわ。さあ行きましょう。ってことは仲間になるのかな、二人が。ってことは、ああ仲間になったわけじゃないのか。とりあえず一時的な感じか。そしたら降りて、いつまでこいつに乗ってるんだって話なんだけど、結構便利なんだよ。一応セーブして、おーし、セーブ完了で、こいつを乗っていく。おーし、したら向かうか、奥の方に。もうちょっとだからね。たたたたたたよ。でこれも見てって、俺の宿りし力よ。うん。さっきのやつだ。あいつ見つけたらぬっ殺すぜ、マジで。ふぅ、おっといけねえ。合言葉、ここを通るには合言葉が必要だったな。そうだ、闇心あれば影心、闇心あれば影心だな。闇心あれば影心。よし、覚えたぞ。もう忘れない。こうやって復唱することによってね、頭の中に覚えるからね。もう忘れないよ、みんな。もう忘れるもんか。おいしょ、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 おいしょ。呪文を唱えるぞ。ここを通りたくば、合言葉を言え。はい。おいしい。やったぜ。お、なんだ、ナマズみたいのがいるぞ。あれがさ、魔物か。俺があれだけ注意したのに、獲物に逃げられやがって。ごめんなさいじゃ済まねえんだよ。これがボスなのかな。あのベロニカという女はただ者じゃねえ。桁外れの力と極上の素質を秘めた、何年に一度現れるかわからない逸材だった。逸材のロリだぞ。ねえ、あの女の魔力を全部お納めすれば、いずれ現れる魔王様の右腕になれただろうに。それを、それをお前らは、いやー、魔王だって間違いないわ。あの魔物たち、ホムラの里で虫風呂に入っていた私をここまでさらってきた奴らよ。あんなでかいのが虫風呂に。あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。私の奪われた魔力はあそこにみっちり閉じ込められているはずだわ。あの壺を取り返せばいいのか。なるほど、あの壺の中にお前の魔力が。さてどうしたのか。時短が踏んでるぞ。このデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがって。壺返しやがれ。ははなるほど、おめえらは俺が取り逃がした獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけか。家宝はブチ切れて待てとはこのことよ。さあ野郎ども、仕事の時間だ。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやるぞ。こうなったらやるしかねえ。油断するなよ。おお、任せろ。クリュー、この4人で戦うのか。おい、行くぜ野郎ども。俺らが負けてねえぞ。行くぜ野郎ども。
うん、ナイス、毒になっていく。で、ここは攻撃でまずコブンからやった方がいいな。で、こいつのコブン C は今毒状態だからこれ取れていく。おいしょ、毒が効いてるぞ。毒が効いてるぜ。もうセイニャサンキュー。効かねえな。そりゃナイス。おい、おい、お前いいとこばっか見せられたね。俺もいいとこ見させろ。俺もいいとこ見させろよ。ほい、視力上がっていく。したらコブをまず攻撃していく。効かねえな。気をつけて。大丈夫か、カミエ。カミエ大丈夫か。一応カミエ回復しとくか。念のためにな、イケメンを常に生かしておかなければ。イケメンを常に生かしておかなければ。ナイスはぁ、あ、おいしょおいしょおいしょ。お前じゃねえや、お前じゃねえや。よし、そうやな。いいぞ、ナイスホイミー。そりゃ、からの攻撃、コブに攻撃取り組む。そっちじゃねえぞ。守備力が上がっていく。これは特技でさ、ドラゴン切りをそう覚えたからやっていくか。てんなにドラゴン切りを返していく。ナイス、おっしゃ、いいね。おいおい、危ない危ない、危ねえ危ねえぜ。ナイス、俺や、大丈夫ですか。助かったぜ。危ねえ危ねえ。ああ、来た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 ぞ、アンリー、来てるよ。ドラゴン斬りでやっていく。せいや、せいや、そい、ほら、カミ、カミも頑張れ、カミも頑張れよ。ゾーンに入るぞ。よし、俺がいいとこ見せていく。ありがとな、せいや。髪ばっかりいいとこ見せてられるか。俺がいいとこ持っていく。おっしゃー、どうだ、天台攻めをつけた。おっしゃー、はい、経験値もいっぱいもらったぜ。うまく戦えたんじゃない今回は。魔王様の右腕になるという俺様の野望も、雑魚がここでついえるのか。おい、その魔王ってのはなんだ。さっきもそんなこと言ってやがったな。いずれ魔王様にやられちまうおめえらに何を教えたって無駄さ。命あっての得だねとはこのことよ。ぐふん。ああ、もう死んじゃったよ。あ、消えた。いずれ現れる魔王か。こいつも魔王の手下みたいなもんだったな。お、壺は？おお。あたしの魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。割れなくてよかったな。ちゃんと入ってる魔力。いやらしそうな魔力だな、これ。紫色かよ、しかも。これで魔力が戻るといいんだけど。そう、うまくいきますかね、ベロニカ先輩。おお、おお、魔力は戻らなかったのですね。お、お、魔力は戻ったみたいだね。ご心配なく、この通りすっかり元通りよ。魔力が頭のてっぺんからつま先までギンギンに満ちているのがわかるわ。ギンギンにな。
ですがお姉様、そのお姿は…ん？年齢までは元に戻らなかったみたいね。でも、せっかく若返ったんだし、まあいいわよね。まあ、お姉様らしいですわね。なんだか、そのお姿のお姉様も愛おしく思えてきましたわ。ベロニカの性格ならロリの方がいいかもしれんな。ねえお姉様、あちらの方のこと気づいてまして？俺のことか。ええ、もちろんよ、セーニャ。あんたも気がついたみたいね。さすが私の妹だわ。おう、おう、命の大樹に選ばれし勇者よ、こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。こりゃ仲間になるってことですかね。私たちは勇者を守る宿命を負って生まれた聖地ラムダの一族。これからは命に変えてもあなたをお守りいたします。あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。わかってくれてる。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に暖かな光を宿していると。瞳を見る分かるってことか。まあ私は最初にあんたを見た時から全部分かっていたけどね。ベロニカ、勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は本当に世界を救う勇者だったみたいだね。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前にもうちょっとだけ私に付き合って。はい。もう一人助けてあげたい人がいるの。もう一人、ここからしか入れない部屋があるはずだから、一緒に探してちょうだい。誰だろう。もう一人ってことか。命の絶えずに選ばれし勇者、聖地ラムダの一族である姉妹から命の絶えずに選ばれた勇者と認められた者に贈られる称号。いやー嬉しいね。悪魔のことずっと言われてきてたからさ、こうやってさ悪魔のことじゃないよって言われるの嬉しいわ。おい、鉄鉱石を手に入れた。おー、なんだかさ仲間が増えて賑やかになりそうだな。だたったらたったらたたおいし、壺を壊していく。で、もう一つのさ部屋ってこれしかないよね。いけるのかな、奥に。おー、いけたよ。鉄格子が。まあ、どこもかしこも牢獄ばかり。なんだか物々しいですわね。誰だ？おい、そこに誰かいるのか？誰だ？もう大丈夫よ、おじさん。あの悪い竜は私たちがやってたわ。パパだね。あのさ、ルコのさ、お父さん。そうだそうだ、思い出した。ルコのパパだ。いやありがてえ。てっきり忘れてた。もう少しであの魔物たちの餌にされるところだったぜ。よかったよかった。さすがだな、ベロニカ。まったく、兄すぐ忘れてたぞ。あんな可愛い娘さんをほったらかして、こんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。え、あんたらまさかあの子を、ルコを知っているのか？心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから、里に戻ったらマスターにお礼を言うのね。ふぅ、ありがとう。俺の名前はルカス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。ルパス。これでルコも喜ぶな。その名前どこかで聞いたことあるような。ギク。そう、それじゃあ俺はルコが心配だから。もしかしたら神知ってるのかな。あんたたち本当にありがとうな。あとあと思い出しそうな気がするね。これ言ってしまいましたね。言っちゃったね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょう。休みますか。荒野の地下迷宮を後にしたアンリンたちはホムラの里へ戻り、宿屋で休むことにした。そして夜が明けた。ルッテンターン。ふぅ、よく寝たぜ。一応クローゼット確認しとくか。なんもねえな。
みんなを先に出てたのかな。おい、これ二人部屋じゃねえか。俺誰と寝てたんだよ。カミュか。俺カミュと一緒に寝てたのか。もしかして疲れて寝ちゃって気づかなかったぞ。下に降りて酒場に行けばいいのかな。みんなどこいんだろう。あ、いた。いや、起きてきたか。俺たちもちょうど集まったところだ。起こしてくれよ、もっと早く。水臭いじゃねえか。やっと聞いてもらう時が来たわね。勇者であるあんたと私たち姉妹の使命について。大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし、大樹の申し子が降臨す。私たちの故郷に伝わる神話の一節ですわ。このあざのことか。そう、信じられないだろうけど、あんたはかつてその紋章の力で邪悪の神を倒し世界を救った勇者の生まれ変わりなの。邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか、それは私たちにもわからない。そこで真実を突き止めるために、あんたを勇者とゆかりの深い命の大樹へ導く使者として私たちが大抜擢されたってわけ。なるほどね。ってことは命の大樹へ行けばその理由がわかるかもしれないってことか。ほーん、命の大樹ね。全てが明らかになるってことだね。全ての謎が明らかになるってんだね。じゃあさっさとそこに行こうぜ。ガンガン行こうぜ。あんたってほんと考えなしね。命の大樹が空に浮かんでいるのよ。イケメンだからやっぱちょっとポンコツなのかな。思ってんの。かつて邪悪の神と戦った勇者様は空を渡り大樹から使命を授かったそうですが、その記録も時の流れに埋もれてしまいました。なんだよそれ、あんたらにもわからないってことかい。命の大樹ね。ん、待てよ、何かわかるかもしれねえぜ。おい、それ当てになるのか、カミュー。まあ、本当ですか。あんま当てにしない方がいいぞ、セイニャ。なあ、昨日助けてやったおっさんな、実はあいつ有名な情報屋なんだ。情報屋か。命の大樹について何か知ってるんじゃねえか。確か迷子のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。とりあえず酒場まで行ってみましょう。したら酒場に行きますか。神は意外とポンコツだな。アンリーとさ属性が似てるかもしれない。わー、いや、こんな可愛い二人が仲間なんて心強いわ。で酒場に入っていく。おねえパパ、もう帰ろうよ。お店の人に迷惑だよ。おい、あと一杯だけだから大丈夫だって。ダメ親父じゃねえか、まったく。よーおっさん、ご機嫌じゃねえか。うん、俺さ、おっさんのことを思い出したんだ。あんた裏社会では結構名の知れてる情報屋のルパスさんだろ。なんでも生まれつきの不運を逆手にとって厄介ごとに巻き込まれちゃあそいつをネタに商売してるって話だが、違うかい。違うかい。へバレちまったなら今回はね、当たってたみたいだね。そうさ、道を歩けばネタの方から寄ってくる天才情報屋ルパスター、俺のことよ。俺があの魔物にさらわれた時はたまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わっててな、間違えてそのまま女湯に入っちまったのさ。とんだ災難だな。ラッキーだったのもつかの間、そこで俺は見ちまったんだ。アンラッキーってやつだな。人さらいの魔物と必死で戦う姉ちゃんの姿を加勢するはずが、俺は丸腰だったし、あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。ところでおっさん、命の大樹を知ってるか。命の大樹に結びつくならどんな情報でもいい。あんたが知っていることを教えてくれ。ほう、命の大樹とはでかいターゲットだな。いいだろう、
あんたたちは命の恩人だし、とっておきのネタを教えてやる。ホムラに来る前、南西の砂漠の真ん中で俺とルコは熱中症になっちまってな。不幸にも死を覚悟したその時、砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りがかって俺たちを城に運んで解放してくれた。意識を取り戻したその時、俺は見ちまったのさ。城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝をな。俺の目に狂いはねえ。あれこそが命の大樹の枝だと思うぜ。枝かよ。まあお姉さま、お城の中に七色に輝く命の大樹の枝ですって。行ってみる価値はありますわ。そうね、枝とはいえ命の大樹、ずっと輝き続けてるってことは勇者を導いてくれるに違いないわ。まあ何もないよりかはいいかもな。あんたもたまには役に立つのね。ちょっとだけど見直したわよ。へへ、イケメンか。それではお姉さま、ひとまずサマディに向かいましょう。いちいちイケメンなの。ここから南西の関所を抜けて進んでいけばサマディ王国にたどり着けるはずですわ。勇者様、これから先長い旅になると思いますが、私たち姉妹をどうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おお、おお、ベロニカとセイリが仲間に加わった。頼もしいぞ。回復呪文をたくさんしてくれるからな。それからこれ、サマディ王国に向かうんだったらあんたに預けておくわね。なんだろう、アンリーはおむすび通行手形を手に入れた。南西の関所はサマディ王国の万兵が厳重に道を塞いでおります。その通行手形を見せれば通れるはずですわ。いや、ベロニカとね、セーニャが仲間に加わってまたね、ワイワイ賑やかになりそうだ。冒険になりそうだね。したら次はサマディ王国に向かうということなのでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それではね、チャンネル登録と高評価、それとねコメントも残してくれたら嬉しいです。アリーでした。